こんにちは、ニアファッションです。本日は島村で購入したものをご紹介したいと思います。島村さんですね、たまに行ってお洋服チェックしたりしてるんですけども、結構流行りのものですとか、あと有名なインフルエンサーさんとコラボした可愛い商品がたくさんあるので、そういった商品を見に行ったりしてます。あとはなかなか挑戦しづらいデザインでしたり、ちょっと買っても飽きてしまうかなみたいなデザインのお洋服をプチプラのですね、島村さんで購入したりしてます。皆さんも島村近くにある方はですね、ぜひチェックしてみてください。本日は4点ですね、ご紹介したいと思います。3点がお洋服で、1点はですね、紹介するか迷ったんですけども、パジャマになります。パジャマもすごく可愛いので、ぜひ最後までご覧になってください。まず1点目、こちらです。こちらがですね、バイカラーのニットになります。お値段1490円、サイズが L サイズです。素材はポリエステルになってますね。このバイカラーの感じ可愛くないですか。こちらですね、袖のところが緑の配色になってまして、こちらの方が黒ではなくてグレーですね、濃いグレーになってます。ここと、あと首のところ、ここに緑色のカラーが入ってますね。ちょっと癖が強めかなと思ったんですけど、シンプルなお洋服に合わせるにはちょうどいいかなと思いまして購入しました。素材はポリエステルになってまして、若干チクチクした感じはありますけども、そこまで気にならないです。で、編み方はリブ編みですね。で、肩のところにこういった切り替えが入ってまして、全体的にリブ編みのお作りですね。どうですかね。で、これからの季節ですね、これ1枚で着てもいいですし、この上にですね、ジャケットですとかアウターを着て、こう袖だけ見えてもね、可愛いんじゃないかなと思います。サイズを L サイズにしたので、そこまでですね、体にフィットする感じはなく、結構ゆったりした感じなので、体のラインはそこまで拾わないかなと思います。あと他のカラーですけども、青と薄いグレー、黒とベージュだったかな、があったと思います。青と薄いグレーもですね、結構可愛かったんですけども、私は今回こちらの濃いグレーと緑のニットにしました。次、2点目です。2点目こちらです。2点目こちら、袖シアーのブラウンのニットになります。サイズが L サイズ、お値段1490円です。こちらの素材はこんな感じです。こちらもですね、同じくリブ編みのニットになります。素材は近くで見るとこんな感じです。私が今着ているリブ編みのニットと比べるとですね、少し太いリブ編みになってます。こちらもですね、ピタッとフィットするような感じではなくて、若干ゆるっとしたサイズ感です。こちらの気に入ったポイントが、こちらのお袖になってます。今ね、シアーの素材すごく流行ってますけども、こちらもですね、袖の手首付近にこういったシアーのデザインが入ってました。これは可愛いですよね。丈が若干短めでして、袖は結構長いと思います。後ろはこんな感じです。裾はこんな感じになってます。こちらは今着ているニットと比べて若干チクチクした印象があります。3点目になります。じゃじゃん、こちら可愛くないですか。エコファー短丈ベスト、お値段1490円で、サイズ M サイズ、こちらもポリエステル 100% になってます。去年グレーのですね、こういったもう少し丈が長いファーのベストをですね、購入して、今年初めにご紹介してるんですけども、今回はちょっと短丈ということで、
少し印象若いかなと思ったんですけども、お値段がね安かったのと、色がですね真っ白ではなくて少しグレーがかったようなベージュのようなベストだったので、ちょっと落ち着いた印象に見えるかなと思ってこちら購入しました。可愛いでしょ。これはね買って正解じゃないかな。前はボタンがついていないデザインになってます。裏地がこんな感じで、このパーはですねちょっと毛足が長い感じですね。でもう一つですね、トイプードルみたいな毛並みのベストもあって、そちらと迷ったんですけども、こちらのですねあまり安っぽく見えない毛だったので今回はこちらを購入しました。可愛いですよね。もうずっとね撫でてたくなるような肌触りで、画面で見るとねちょっと毛並みの様子が伝えられないんですけども、全然1490円に見えないんですよ。本当にね高見えするファーのベストだと思います。こういった流行りのものだったり普段なかなか着ないようなアイテムはプチプラのものを買って挑戦するのもいいんじゃないでしょうか。4点目こちらです。もこ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 パジャマですね。これも可愛いですよね。こちら上がですね L サイズ1490円のこれが上で、あと下ですねこちらズボンになってます。こちらも1490円、サイズ L サイズでポリエステルですね。冬といえばですねもうこのモコモコ素材のパジャマは欠かせないと思うので、こちら今回購入しました。お色がですねグレーに見えるんですけども、グレージュのようなお色のしましまになってます。前がボタンになっていてポケットがついてるデザインです。こちらフードはついてないですね。大きめのね L サイズを購入しました。 XL と迷いましたけども、 XL は本当に大きくて、お色がですねたくさんありました。ネイビーとホワイトのボーダーと、あとはピンクとホワイトのボーダー、あとは無地がありまして、いろいろ自分で組み合わせられるようになってました。私は今回下のズボンもですねストライプにしたんですけども、上はボーダー下は無地という感じの買い方も可愛かったと思います。ディスプレイしてあるマネキンがそういった感じでコーディネートしてましたね。あとは上が無地で下がボーダー、そういった組み合わせもいいんじゃないかなと思います。下のデザイン紹介するの忘れてましたね。こんな感じです。ウエストはゴムになってまして、紐でね調節できます。ポケットは前についていて後ろにはついていないタイプです。丈はですねそこまで長くない感じがします。私身長160センチでウエストラインよりちょっと下げて甲のあたりに来るかどうかの長さですね。こんな感じでストレートなタイプの形です。これ上下で3000円って安いですよね。某有名パジャマのメーカーさんと似てるような気もするんですけど、これはもう即完売するんじゃないでしょうかね。肌触りも本当にね全然チクチクしないですし、これがポリエステルなのかなっていうぐらい、もうねモコモコで本当ずっと触っていたいぐらいの肌触りなので、これは皆さん買いじゃないでしょうか。ぜひチェックしてみてください。はい、以上ですね3点プラスパジャマ1点をご紹介しました。パジャマはこの後着ないんですけども、お洋服3点ですねこれから着てみたいと思いますので、
ぜひ最後までご覧になってください。以上、島村の購入品紹介でした。このベストすごい可愛いですよね。皆さんも島村に行く機会があったらぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。